質疑の申し出がありますので順次これを許します。委員長森岡洋一郎君。はい、民主党無所属クラブの衆議院議員森岡洋一郎です。本日はご対応の中、お越しいただきました参考人の皆様にまず心より御礼申し上げます。ありがとうございます。昨日一昨日と尖閣近海へと行ってまいりました。下村先生、平先生、向山先生、小先輩がって一緒に伺ってまいったんですが、まあ、沖縄、そして石垣で、環境調査の専門の研究家の方や、あるいは、近年上陸したことのある方、そういった方にお話を伺った上で出航いたしました。石垣から9時間船に乗り、朝目にした光の中での尖閣諸島は、ただただその峻厳な自然の大きさに畏敬の念を感じました。そこに小さな灯台がありました。しかしその灯台が我が国の国土を守る先人たちの大きな努力の結晶としてでございます。我々の世代がしっかりとその責任を引き継いでいかなきゃいけないと、その思いを強くして帰ってまいりました。さて、我が国は地下資源の少ない国であります。その弱点が我が国の経済そして安全保障を歴史的に規定してまいりました。そんな我が国の将来を託すべき希望の光、それは海であります。世界第6位の面積を誇る領海と排他経済水域を合わせた日本の海は多くの天然資源に恵まれております。しかしそれゆえこの海は様々な危機にもさらされ続けてまいりました。特に近年では2004年前後から海洋進出を強めた中国が東シナ海を手中にしようと迫ってきております。今尖閣諸島の周りの島ではなく岩を一つ捉えただけで、それだけで日中の中間線の問題、先ほど石原都知事からございましたが、これにも大きな変更を及ぼすかもしれない危機があるわけでございます。その結果、中国が海底熱水鉱床等の鉱物資源が豊かな沖縄トラフまで含めての、この権益を主張させるような余地を作ってしまうかもしれない大変重大な問題であります。そこでまず山田参考人にお伺いいたします。この尖閣諸島近海が今どれほど切迫した状況にあるのか。今先ほど山田参考人からもありましたが、今国会にかかっている海上保安庁等法の、海上保安庁法等の改正ですね。今のままですと不法侵入者が、離島に来た場合にそこに発出がなければですね、海上保安庁が海を守りながら島も治安を守らなきゃいけないんですが、それすらもできないという状況にこれが通らないとあります。これがもし通らないまま国会へ閉会してこの夏を迎えたらどういうことになるのか、どうか山田参考人から専門の見地から尖閣の現状をお伝えください。それでは山田参考人お願いいたします。はい、現在も、昨日、時点でもおよそ200隻の中国漁船が中間線付近で行動している、ということをご報告いたしました。この船団およそ3000人中に漁民がおります。私は今までの経緯を見ますと、順次中国がステップを踏んでまいりました。先ほど石原都知事からも話がありましたように、中国はもう宣言をしているわけです。次のステップは何かということを考えますと、上陸以外は考えられない。おそらくこの島、尖閣諸島5つの島プラス岩礁のいずれかに上陸し、そして漁民が上陸し、それを漁船、漁業監視船なり、あるいは海洋調査船が人民の保護という名目で侵入してくる。島を一つ取られても先ほど申しましたように中間線がなくなりかねない状況にあります。これがまんざら嘘かと言いますと、かつて1990年代には日本に頻繁に無人島に中国漁民が上陸していたというケースがございます。これを一つ一つ排除する、近場の例えば五島列島の間近に警察がいる島であれば排除することもできますが、
尖閣諸島、近い石垣島からも170キロもございます。ましてや3000人の漁民、一体何隻の巡視船があれば阻止することができるのか。現在の海上保安庁にはそれだけの侵入者を全て阻止するだけの体力はまだございません。私はこの夏、特に今中国、私は2010年の9月7日以降4回中国に行きまして、関係者とヒアリングをやってまいりました。一部の地方の官権及び軍部は統率が取れてない状況にもあります。端的に言いますと点数稼ぎ、こうすれば自分は評価されるんだろうということで、かなり過激な行動を取るものも含まれております。そしてもう一つ問題となっておりますのは、韓国と中国の間でもあります、漁業トラブル、海上保安庁にあたる機関の者が、漁船によって刺し殺されるような事件があり、また今年に入っても暴力事件が発生している中で、漁民がかなり過激になって、そして収入に目を配り過激な行動を取ることも考えられます。私はこの夏非常に極めて危険な状況にある。これはどういう意味かと言いますと、中国漁民が上陸してもおかしくない状況になっていると考えております。また、先ほども申しましたように、海上保安庁の今の現状勢力で海から守るだけでは、大型巡視船の隙間をつき漁船団が走り回り島に取り付いてしまう。一斉に大釣りを目指したように、大釣り島を目指したように見せかけておきながら数隻は別の島に向かう。それをすべて排除できるのかといいますと、かなり難しい。一つはしかも上陸されてしまったのでは海上保安庁がすぐ手を打つことができないということになります。それを阻止するためにも、上陸した中国漁民あるいは不法侵入者を海上保安庁が速やかに退去できるように、それ以前に怪しい漁船に対しては退避勧告を出せるような状況を作らなければいけないと考えております。はい、森岡洋一郎君。山田参考人ありがとうございます。具体的なご提言ありがとうございます。この尖閣諸島は本来ならばもうとっくに国有化をしていなければならないものであります。まあ、そんな中、今回の東京都の呼びかけであります、これに応じて多くの寄付が寄せられた国民の皆さんの心意気に大変嬉しく心強く感じております。尖閣諸島は古来より我が国固有の領土であり、そこに何ら領土問題は存在しておりません。このことを国際社会に十二分に認識していただくことが必要であります。海や島の治安を維持し防衛するのは国であり、海上保安庁と自衛隊でありますが、そこを管理運営するのはひとえに所有者や借主であります。大切なことは、いかに内外に我が国が尖閣諸島を経済的にも国土の一部として管理運営をしているかということを示すことが必要でございます。そこで石原都知事からお伺いをいたします。また他の参考人の方にも同じ質問をさせていただきますのでお願いします。東京都には多くの島々があり、沖ノ鳥島への漁業や世界自然遺産にも登録された小笠原諸島など離島経営のノウハウをお持ちであろうと思います。ただ今まで経験のある太平洋側の島々は、そうは言っても基本的には境を接するのは同盟国でありました。で、今回は明らかに領海侵犯や場合によっては脱出の意図のある国とのさらにシビアな国境線の島であります。いかにしてこの尖閣諸島の実効支配をこれまで以上に高めていくのか、私は本来は国が海上保安庁の拠点を作るくらいのことをすべきだと思いますが、まあ、都としての利用計画を、油田の開発をするのか、漁業基地を作るのか、避難港を作るか、観光資源として開発するか、環境調査等さまざまな案があると思いますが、現時点での東京都の案をお教えください。その後、中山市長、横畑参考人、山田参考人にもそれぞれの立場から、具体的な提案をいただければとお願いします。石原参考人お願いします。すでに専門家の両参考人からですね、お話がありましたがね、東京は例えばヤギの駆除とかですね、あるいは
沖ノ鳥島というのは非常にその孤独なままに放置された島にですね、まあ、あのシナは戦略的な興味があってか海底資源というのはあそこ深いからそう簡単に察知できませんけども、いろいろ探査を入れてましたがね、あそこにですね漁礁を非常に高地な漁礁を構築することですね、日本の漁民が漁獲を目指してあそこに頻繁に出港するようになりましてね、それでそのおかげでそれをまあ眺めて今でやってきた台湾とか韓国とかシナの漁船がですね姿を消した事例があります。でこれはですね国は本当に何もしなかったんで、私はあの前の国連大使だボルトンと非常に親しくてですね、彼は私にからかってお前なんであんなちっぽけの岩に執着するんだと言うからね、お前世界地図を見てみろと言って見せました。あれはですねアメリカはこれから先アジアに関する国際戦略をどういうふうに展開しているか私はつまみがいたしませんが、しかし彼らはですねこのまま死難動向を放置して太平洋を失うわけにいかんでしょう。その見地から見てもですねアメリカの大きな戦略基地のグアムとですね、大きな戦略基地でありますね沖縄のカデナというのを結んだ町の中間点に沖縄の鳥島全く真ん中にあるんですよ。こういう地政学的な条件をお前侵略してあれをただの岩というのかって彼は疑問として分かったと言いましたがね、まあ、そういう意味がありまして東京はですね東京できる限りのこと、つまり東京の全体に今の組合長菊池さんという非常にしっかりした人物で、ね、この人がですね船を作ってくれるのは自分が責任を持ってやるということであそこに漁礁を構えることで、まあ、自主的にあそこ外国ので漁船を遠ざけることになりましたが、プラスアルファは当然いります。これはいります。もっと南のですね南鳥島の非常に大事なことですしね、これはあくまでも国がやることでその先鞭を東京がつけるだけでありますから、本来はですねこの島もやがてはですね国が取得して買うべきであります。東京はいつでも売りいたします。はい、では続いて中山参考人お願いいたします。お答えいたします。尖閣諸島につきましては先ほどもお話ししましたように経済的な実効支配が必要だと考えております。周辺海域で漁民の皆さんが安心して漁ができるように尖閣諸島への、まあ、避難港のようなものの設置を求めたいと考えております。でこの点につきましては、まあ、個人所有の現在の状況で、国が借り上げしているという状況、まあ、石原都知事が購入後にですね、まあ、何らかの動きができるのであれば、そのような体制を取りたいと考えておりますが、まあ、国が最終的には、持つべきだとしてもですね、ただ持っただけであって名義が国に変わって現状が何も変わらないという状況ではですね、全くもって意味がないと思っております。個人所有から公的機関に移った後にはですね、何らかの形で尖閣諸島に経済活動を行えるような施設等を作るべきだと考えています。はい、続きまして横畑参考人。尖閣諸島大鶴島の、そうですね、あの現在私はヤギを取り除くことでもう頭がいっぱいでございまして、あの長期的な大鶴島と人との付き合いといったことについてあまり考えたことがありません。現在尖閣諸島大鶴島は沖縄県によって鳥獣保護区に指定されておりまして、ややこしい問題がなければ普通に鳥獣が保護されて生きていくのかなと思いますけれども、ただあのそうですね、例えば国立公園などに指定してですね、まあ、あの環境教育等に使っていくということがもし遠い将来可能であればそれは非常に前向きないいことだと思います。で特にあの一般論的に申し上げますと、そういう場合あのオーバーユースの問題がございますので、そうですね、総量規制といいますか、例えばガラパゴス諸島や小笠原、知床などでやられているような1ヶ月に何人いないとか1年に何人いないとかいうような限ってですね、そして十分な、レクチャーを受けた人が十分なその知識のある人と一緒に行くような形での、少人数でのマスツーリズムに走らないような利用の仕方が今後望ましいのかと、まあ、しかしそれも全ては全てもうヤジが取り除ければという話でございます。以上です。はい、続きまして山田参考人。私は、環境保全という名の開発行為、が必要であると、しっかりとヤギがいる侵入あるいは開発する前の自然状態、もともとこの尖閣諸島はゆくんくくば島という名前で、ビロウが生い茂る魚の取れる島という呼び方をされておりました。自然を再生し、そして第二の小笠原のというような形で小笠原のようにしっかりと
行政が入り、管理をする中で自然を再興していく、そして港を作り、あるいは高級リゾートを作る、入島料を取るということも含めまして、島の管理費に充当することができると思います。そして、漁業の基地、海底資源の、基地というように将来的な目標を計画を作りまして開発することが望ましいと考えています。はい、はい、森岡陽一郎君、どうもありがとうございます。今横畑参考人から、環境保全のためにまずヤギの駆除ということで、また石原都知事からも参考人からもそういったお話ございましたが、昨日ですね、洋上から確認したところ、同じ船に乗船しておりました向山議員と高村議員が発見しまして、十数頭、今でも直接洋上から視認ができるような状況でございましたことも併せて報告をさせていただきます。参考人の皆様ありがとうございました。他国に付け入り付きのない実効支配を我が国が確立するよう、私も国会の立場から精一杯力の限り努力することをお誓いいたします。まずは今国会で海上保安庁法等の改正をすぐにでも通すことを同志同輩の皆様にお答えして、私の質問を終わりにいたします。ありがとうございました。これにて、森岡陽一郎君の質問時間は終了いたしました。続きまして、吉田恒彦君。委員長。はい、吉田恒彦君。民主党の吉田恒彦でございます。大変貴重な時間でございますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。尖閣諸島は明治18年以降、当時の明治政府にが再三にわたり現地調査を行い、単に無人島であるのみならず、当時は第11代の高尚帝の治世であったと思いますが、清国清朝の支配が及んでないのを10年もかけて、確認をして、そして明治28年1月14日現地に、杭を建てる建設する旨の閣議決定、その後我が国に編入されたと理解しております。つまり交換誤って理解されている部分がある。同年5月発行の下関条約第2条に基づいて、我が国が清国より割譲を受けた台湾および法古諸島には含まれない、まさに我が国固有の領土であり、サンフランシスコ平和条約第2条に基づき我が国が放棄をした領土にも含まれていない。しかしなぜこのような状況になっているのか。そもそも昭和43年国連アジア極東経済委員会が東シナ海に石油資源が埋蔵されている可能性を指摘しました。その後昭和45年以降に中国及び台湾が尖閣諸島の領有権に関して独自の主張を行うようになりました。これはですね、1972年の日中国交正常化より前であります。つまりこの時の政府及び与党の責任は今なお重大であると思います。この点に関して市原都知事にご意見をお伺いしたいと思います。またですね、都知事がご寄稿された文藝春秋の記事及び産経新聞にご寄稿された6月4日の朝刊拝読をいたしました。これは大変名文でありまして、戦後に与党を担当したすべての国会議員が読むべき内容であると私は確信しました。その中で都知事は前者の中で、こうした外務省の基本姿勢が今日の世界情勢の中での日本への警護を募らせてきたのだ、そして国政を預かる政治家たちはそれを咎めることなく過ごしていき、日本の地位の低落を看過してきた、後者では尖閣諸島に関する歴代政府の驚くほどの無為無策は結局相手を増長させ、際限のない覇権主義をそそのかすものでしかなかったと、長期間の与党の宿泊として断じておられますが、であればこそ現在こそ与野党挙国一致で、対応すべきであり、まあ、お互いに挙げ足取りなどをしている場合も一刻の猶予もないと考えます。この2点について先ほど意見陳述の中でも大変、ご意見賜りましたが、今一度簡潔に、お答え願えればと思います。石原参考人。すべて同感でございます。そういうですね、若い政治家がですね、民主党の中にいらっしゃることに非常に私は心強い気がいたしました。ちなみにね、外務省もね、昔はもうちょっとしっかりしたんです。青嵐会の時に、ね、私たち各さんが中国に行ってね、非常に拙速に航行回復した、まあ、それはそれでいいんですけども、実務協定を結ぶ時に、ね、唯一日本にとってその有利なですね、条件が獲得しうる航空協定、これはですね、当時はロシアはその空を開いておりませんでしたから、うんうん、私はヨーロッパ行くのに必ず、要するに南アジア行けなかった、これもかなり上なですね、その要するに遠回りだったんですけども、日中の間が正常化されましてね、それで
そうね、もしイスラマバード経由のですね、航空路線が獲得されたら非常に日本の航空会社にとっても経費の面でも、ね、その運賃の面でも得だったんだ。ところがこれは全く一蹴されました。その時にね、外務省の役人はね、田中さんがですね、向こうでこのままに1週間であげると言い切ったんです。それでね、相手は何も言うことを聞いてくれません。そして周恩来とですね、大平の間に外務大臣に交わされたね、秘密の電報を私たちに暴露しましたよ。で、青嵐会の仲間がこれに反対しているんでね、私たちにそういうその情報を提供しましてね、一緒に食事をしても彼らは泣いてね、飯も食わなかった。そういう外交官が勝ってはいたん。ところがそのプロセスの中です。だんだんね、その相手の言うことを何て言うんでしょうか、聞くなんて、今度の嫌なんて、あのバカな人は典型ですがね、ああいう様子に対しても任命することも自身は私は滑稽だと思うんだけど、そうやって外務省はですね、萎縮してですね、断って、これ一つ持ってきました。これね、イギリスに私の親友のね、息子はね、ロンドン大学でね、国際を勉強、大学に行く男ですけど、これ調べたんですけど、日本の大使館だけが土曜日曜には国旗を掲げてない。他の大使館は全部掲げてる。彼らは土曜日曜休むんですか。どんな緊急事態が起こるかもしれない。外交というもんでしょ。土曜日曜にですね、ここに日本大使館がありますと表示する国旗を日本の大使館掲げられたらね、これ参考に置いておきますから。言ってくださいよ、これ。あなた方言ってね、日本の大使館土曜日曜に国旗を掲げると。特にロンドンはやってない。そういう手たらくですよ。はい、吉田恒彦君。ありがとうございます。ではですね、次に今回の現在大鶴島を所有している個人の所有者から都がご購入をされるというお話、東京都と現在の所有者が合意されたとされている額は、都知事の記述から類推しますと20億から30億前後なのかなと私は想像していたんですが、一旦この額でですね、都が保有をした後、最終的に国が保有した方が良いと考えるのか、またですね、自民党は6月1日、沖縄県、尖閣諸島など国境にある無人の離島を国が強制取得できるようにする無人国境離島管理法案をおまとめになったと伺っておりますが、このような法案をどのようにお感じになるか、この2点に関してまず石垣市長にご所見を賜りたいと思います。中山参考人お願いします。東京都が尖閣諸島を購入した後、国が所有することについてはですね、私はやぶさかではございません。ただ先ほど申し上げましたように、国に所有権が移った後に今と同じような管理の状況が続くようであればですね、これ意味がないことだと思っております。ですから東京都が購入した後、国に権利が移った場合はですね、国としてしっかりと上陸調査を行ったり、またその島にですね、施設を作るというような対応をしていただきたいと、それができるのであればですね、国の所有はいいことだと思っています。また先ほどの法案の件に関しましてもですね、水源地や国境離島で国民のために守らなければならない場所についてはですね、個人所有であると、第三者もしくは他国が購入する可能性もありますのでね、そういったことについてはやはり領土、領海、そしてまた国民の命を守るという意味においては、そういった法案を作るということも十分視野に入れるべきだと考えています。はい、吉田恒彦君。ありがとうございます。石原都知事はどのようにお考えになられますでしょうか。答えを今の2問でございます。石原参考人。全て遅すぎますな、私に言わせると。ですけどね、やらないよりやった方がいいんでね、とっとっとやってもらいたい。それでいつでもですね、国がね、責任を持って管理するっていうんですからね、東京がこれからしようとしている以上のことを国がやってもらいたい、国の責任において。吉田恒彦君。大変、力強いお言葉とありがとうございました。それでは次にですね、質問に移りたいと思います。先ほど尖閣諸島は尖閣モグラ、サワガニ、ツツジなど固有種をたくさん有しております。そしてアホウドリもですね、鳥島のものと尖閣のものは DNA が違う、由来が違うんじゃないかという説も私拝見いたしました。つまり生物多様性や種の保存という上で極めて重要な位置にあります。しかし1977年からヤギが侵入してきた。先ほども意見陳述でもございましたので、
少し新しい視点から、例えばですね、新しい種が発見されるような可能性というのをどのようにお考えになるか、そしてヤギの駆除とかそういったものはもう当然必要なんですが、国としてさらに一歩進んで上陸許可をした後にさらに何を必要とされるのか、学術アカデミアの意見として簡潔にお聞かせ願えればと思います。お願いいたします。横畑参考人お願いいたします。まず今後新種報告があり得るかということですが、もういくらでも本当はあり得ると思います。ただし絶滅速度がそれより上回っていたら絶望的な状況にあるので、一刻も早くよりヤギを取り除いていただきたい。すでに標本として取られていて記載されていたりいないものもいくつもありますので、今後それらされているのだと思います。アリに関しては調べた人がですね、亡くなったということがあるようになって、まだ先ほど申し上げたように記載されていないんですが、標本残ってますので、できると思います。で、もちろんまだ発見されていない本当の未記載種もございます。それからヤギを取り除いた後の学術利用ですけども、これはいろんな可能性があると思います。上陸調査一回されればですね、例えば昔だったらDNA とか染色体とかはなかなか意識してなかったもんですから、 DNA ってホルマリン標本からは非常に採材しにくいんですね。読めなくなってしまうことがあります。で、尖閣モグラもそれがネックになっていて、類縁関係よくわからないんですが、新しいサンプルが取れれば、例えば台湾や日本のモグラ類との類縁関係がわかる。同じようなことは爬虫類、それから植物でも昆虫でも何でもそうだと思いますね。まさにこれからの未知の知見の宝庫でございますので、ヤギがいなくなったら、まず今度はそういうことで楽しく上陸調査をしたいと思っています。ありがとうございます。はい、吉田恒彦君。ありがとうございます。ますます一刻の猶予もないということがよく分かりました。本当に喫緊の課題として対処すべき問題だと確信をいたしました。次に海洋資源について質問させていただきたいと思います。海洋資源、特に地下資源、1968年以降大変注目をされております。当時の1000億バレルと埋蔵量の推計はいささか多すぎるといたしましてもですね、平成6年6月石油審議会開発部会技術専門委員会でも32億バレルのと日本の 1.6 年分の使用量に相当する石油が埋蔵されている可能性を指摘されています。最終的な試掘権は国の認可がいると思いますが、現在実際に帝国石油から試掘の希望が出て、それに関して留保はされています。それに対してですね、都がご購入された後、この帝国石油の試掘希望等々に関して、海洋資源の開発に関して最終的には国のもちろん認可がいると思うんですが、どのようなスタンスでお望みになられるのか、つまりこれはですね、今後の領海の狭間にある資源開発の先兵となる可能性もあるので、ぜひお答えを都知事にお願いしたいと思います。石原参考人。すべての面で協力いたします。山田参考人、これに関してございますか。都が購入するのはあくまでも、島の土地ということになります。その周辺海域になるとまた違う視点、ということになりますが、ただ、開発の拠点となる港湾整備ということになりますと、最も近い尖閣諸島の利用の方法、そして特に、洋上開発になりますので、そこの人の出入りということ、これは試掘の段階からでも非常に重要になってきますので、そういう面で尖閣諸島に人の居住空間ができるということは、将来の海底資源開発に向けた布石、しかも試掘に向けた布石にもなると考えます。吉田恒彦君、ありがとうございます。ぜひ重要な課題でもありますので、しっかりと進めてまいりたいと思います。次にですね、戦時中の遭難事件に関して、お伺いをさせていただきたいと思います。ここはもう先ほど中山石垣市長から意見陳述の中で大変詳しくご説明をいただきましたが、昭和20年7月3日住民約180名を乗せて石垣島から台湾に向かった疎開船2隻、これが米軍の B24 爆撃機ですかね、の機銃掃射を受けて、第5千早丸は爆発炎上沈没、そして、第1千早丸は尖閣諸島沖漂流の上魚釣島に上陸いたしました。しかし当然食料水不足に途中から悩まされ、また疫病によって多くの方々が亡くなられました。無念のうちに落命された
御霊をお慰めするために昭和44年5月であったと記憶しておりますが、現地に慰霊碑が建立され、慰霊祭も行われました。この慰霊碑も大変風化が進んでいると伺っております。そして平成14年以降、政府の方針で上陸が許されず、魚釣島で慰霊祭を行ったり、また遺骨の収集もできなくなっていると思います。石垣町にお伺いいたしたいんですが、この遭難事故では約何人の方々がもう一度お亡くなりになったのか教えていただき、そしてかつその中から遺骨が収集することができたのは何名ぐらいいらっしゃるのか教えていただけますでしょうか。中山さん後任。はい、お答えいたします。遺骨の収集の数については今現在私資料を持ち合わせておりませんが、亡くなられた方は110名前後だというふうに聞いております。吉田恒彦君。遺骨の収集はされた方は実際にいらっしゃるんでしょうか。つまりしっかりとご遺骨がご遺族のお手元に戻った例はあるんでしょうか。いいですか。石垣市長お願いします。はい、お分かりになる範囲で。中山参考人。はい、申し訳ございません。この分についてはですね、ちょっと資料持ち合わせておりません、認識もありませんが、ただ現状から考えると尖閣諸島から遭難した方々をですね、救助してきて、それ以降尖閣諸島へ渡っておりませんので、当然その場所で埋葬等された方のですね、遺骨収集はされてないと認識しています。吉田恒彦君。ありがとうございます。実態も把握が困難というぐらいという理解でよろしいでしょうか。本当にこれは日本固有の領土であるにもかかわらずですね、大変なんともやりきれない思いに駆られます。次に、東京都知事石原参考人に、お伺いします。都の所有になった場合ですね、このご遺族の上陸許可の要請に対してどのような立場で、臨まれるのか、ご回答をお願いをいたします。石原参考人。それはもともと日本の領土なんですからね、誰が所有であろうとですね、遺族が、遺骨を収集するあるいは弔いに出て島に上陸することを禁じる言われてな、私はないと思うし、人の道に戻るんじゃないですか。吉田恒彦君。ありがとうございます。横畑参考人ではもう少しお伺いしたいと思います。例えば南米のガラパゴス諸島など、大変その進化を語る上でですね、大変重要な島というのがあります。これは特にその孤立をしていればしているほど大変そういった独自の進化をしていきます。例えば南米のテーブルマウンテンなどはほとんど人が入り込めないので、かなり独自の進化をしている生態系があると思われますが、そういったですね、例えばガラパゴス諸島、テーブルマウンテン、そういった本当に世界の中で非常に重視される自然生態系としての価値というのはに比べてですね、この尖閣諸島周辺のその価値というのはいかがお考えでしょうか。勝るとも劣らないものであるのか、少し詳しくお話しいただければと思います。横畑参考にお願いいたします。ガラパゴス諸島の比較というのは決定的な違いが一つありますね。ガラパゴス諸島は一度も大陸とつながったことがないがゆえに生物が独自の進化を遂げた。したがって海を越えて入ってこれたものだけがそこにいる。ゾウガメなんかももともとは小さくて流木なんかにつながってきたわけです。魚釣島は大陸とつながったことがあったゆえに歩いてこれるモグラなんかもいるということですね。魚釣島はむしろ反対かもしれなくて、むしろ例外的で非常にわずか、先ほどわずかと言いましたけども、1万数千年前まで大陸とつながってきた。これは日本では北海道と魚釣島だけです。で、北海道は哺乳類の固有種は一つもおりません。にもかかわらず魚釣島はモグラなんかがちゃんと主文化していると。むしろ歴史が浅いにもかかわらず早い進化を遂げたという点でユニークであるというふうな見方も一つできるのかなと。
で実は同様のところというのは私は知らないですね。世界中、私が知らないかも、知らないだけかもしれませんけども、非常に世界中探しても少ないところじゃないかなと思います。まあ、どちらがいいかというのは比べることできません。それぞれ固有の価値がありますので比べられませんけれども、極めて重要なことである、重要な地域であることは間違いないというふうに認識しています。吉田恒彦君。引き継ぎましてでは山田参考人に海洋資源に関して石油の試算が当時の1968年国連の行ったものは1000億バレル、そして、平成6年の報告ではかなり数が少ない評価をされているんですが、実際の量を推測するのは大変難しいと思うんですが、現在の平成6年の報告でも 1.6 年分の国の消費量に相当する分という推測がされております。実際のところ、この国連の報告というのは過大に評価しすぎたという理解でよろしいのか、平成6年の評価が実際の現時点学術的なそして測量の中での評価として正しいのか、そこに関する評価をちょっと教えていただけますか。山田参考人お願いします。確かに1000億バレルというのはあまりにも、過大に評価していたと。と言いますのはもう、この1968年の段階の調査能力と、現在の調査能力は圧倒的に、違います。ただし32億バレルというのは私はかなり抑えて控えめに、言った数字であろうと、考えます。その倍以上はおそらくあるということが通説では言われております。吉田恒彦君。ありがとうございます。つまりサハリン油田に匹敵するような量であるという理解でよろしいでしょうか。つまり極めて海洋資源としても重要な部分に相当するという理解をいたしました。大変本日有意義な質問をさせていただきましたことに心から参考人の先生方皆様に心から御礼を申し上げまして私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい。